鳥山石燕、雅都百鬼夜行より、楽神賦。楽神賦は、日本各地に伝わる妖怪の一種。美しい女の姿に化けることができるとされていることから、本来の意味からの表記は、女郎雲で、楽神賦は、漢名を当てた、熟字訓である。鳥山石燕の雅都百鬼夜行では、火を吹く子雲たちを操る雲女の姿で描かれている。太平百物語や宿直草などの江戸時代の書物にも女に化ける女郎雲の名がある。急なる時も思案あるべきことと題し、以下のように述べられている。ある青年節の前に19から20歳の女が子供を抱いて現れ、子供にあれなるは父にてましますぞ。生きて抱かれよと言い、武士が女の正体を妖怪と見抜いて、刀で切りつけると、女は天井裏へ逃げ込んだ。翌日には、天井裏に1から2尺の女郎雲が刀傷を負って死んでおり、その女郎雲に食い殺された無数の人間の死体があったという。太平百物語より、孫六女郎痴にたぶらかされし、こと、孫六女郎痴にたぶらかされし、ことと題し、以下のように述べられている。作州高田での夏、孫六という者が家の縁側でうとうとしていると、50歳代ほどの女性が現れ、自分の娘が孫六に思いを寄せていると言い、自分の屋敷へ孫六を招いた。そこには16から17歳の娘がおり、孫六に求婚した。孫六は妻がいるので断ったが、娘は、母は、一昨日あなたに殺されかけたにもかかわらず、あなたの元を訪ねたというのに、その思いを無にするのかとすがりついた。孫六が当惑して逃げ惑っているうちに屋敷は消え、自分は自宅の縁側にいた。妻が言うには、孫六は縁側で眠っていたとのことだった。夢だったかと思って、周囲を見ると、小さな女郎雲がおり、軒にはびっしりと雲の巣が張られていた。孫六は、一昨日雲を追い払ったことをはっと思い出したという。静岡県伊豆市の浄蓮の滝では、滝の主として女郎雲の伝説がある。ある男が滝壺のそばで休んでいると、無数の糸が足に絡みついてきた。男がその糸を近くの木の切り株に結びつけてみると、株はメリメリと滝に引き込まれた。女郎雲が男を滝に引き込もうとしていたのである。以来、里の人々は女郎雲を恐れてその滝に近づかなかったが、よその土地から来た木こりが事情を知らずに木を刈っていたところ、誤って愛用の斧を滝壺に落としてしまった。木こりが斧を取り戻すために滝壺に潜ると、美しい女が現れて、斧を返してくれ、ここで見たことを誰にも話してはいけませんと言った。木こりは以来、言いつけを守りながらも胸に何かが使えたような日々を送り、ある時の宴の席で、酒の勢いで一部始終を話してしまった。胸の使いが取れた安心感で、木こりは眠りこけたが、そのまま二度と目を覚ますことはなかったという。別説では、話し終えた木こりがまるで見えない糸に惹かれるかのように、外へ出て行き、翌日には、浄蓮の滝の滝壺に死体となって浮かんでいたという。また、この浄蓮の滝の木こりの伝承には、悲恋物語とも言うべき、別説もある。それによれば、木こりは、滝壺で出会った女に恋をし、毎日のように滝に通うが、それにつれて、体が衰弱していった。近隣の寺の和尚は、滝の主の女郎雲に取り憑かれたのではと疑い、共に滝へ行って読経した。すると滝から木こりへと雲の糸が伸びたが、和尚が一喝すると、糸は消えた。木こりは、女の正体が、女郎雲と知ってもなお諦めず、山の天狗に結婚の許しを得ようとしたが、天狗はそれを許さなかった。なおも木こりは諦めず、滝に向かって走った。すると彼は、滝から伸びた雲の糸に絡め取られ、滝壺の中へと消えていったという。女郎雲により滝に引きずり込まれそうになった人が、切り株を身代わりにするという伝説は各地にあるが、中でも仙台市の賢淵がよく知られる。ここの伝説では、切り株が水中に引きずり込まれた後、どこからか、賢い、賢いと声が聞こえたと言い、賢淵の名は、それが由来とされる。以来、賢淵では、女郎雲が水難除けの神として信仰され、現在でも、妙法雲の霊と刻まれた記念碑や鳥居がある。ある時に見淵のそばに住む源兵衛という男のもとに、淵に住むうなぎが美女に化けて訪れた。彼女が言うには、明日は、淵の女郎雲が攻めてくるが、自分の力ではわずかに及ばないので、源兵衛ここにいると声をかけて助力してほしいとのことだった。源兵衛は助力を約束したものの、いざ翌日になると怖くなり、家に閉じこもっていた。結局うなぎは、女郎雲に敗れ、源兵衛も狂死してしまったという。徳島県に伝わる昔話。ある村の庄屋では、息子の婚礼が決まり父親である庄屋様はとても喜んだ。そんなある時、その庄屋の家に旅をしている盲目の美しい女が、道に迷ったので一晩泊めてほしいと訪ねてきた。それを聞いた父親と、息子は女を気の毒に思って泊めることを承知した。その日の翌日の朝には、女は旅立った。しかしそれ以来、息子は失意立ちと顔色が悪くなり、痩せ衰えていった。そして、村では、毎晩、丑三つ時になると、息子の部屋に訪ねてくる女がいる。という奇妙な噂が広まっていた。心配になった父親は息子に何があったかを尋ねた。すると、息子は女が毎晩自分を訪ねてきて、優しい目で自分を見つめられる幸せな夢を見ているんだ、と話した。それを聞いた父親はその夜に隠れて、様子を見ていると以前、家に泊めてあげた旅の女が息子の部屋に入っていった。次の日になると、父親は村中で腕の立つ猟師を何人も呼び集めると息子の部屋の天井などに隠れさせた。そして夜になるとやはり女が来た。すると、女は巨大な女郎雲の正体をあらわにし、寝ている息子の生血を吸い出した。隠れていた猟師たちは、恐ろしさに震えながらも、女郎雲に向かって一斉に矢を放った。女郎雲は悲鳴を上げ、無数の矢が刺さりながらも逃げようとしたが、猟師たちはと目を刺そうと女郎雲を取り囲んだ。だがその時、目を覚ました息子は、殺すのだけはやめてくれ、と必死にお願いした。それを見た父親は猟師たちを下がらせると女郎雲に、息子が言うから、命は助けてやる。しかし、山に帰ったら二度と里には降りてくるんじゃないと言った。それを聞いた、女郎雲は一度、息子の方を見ると傷ついた体を引きずりながら、山へと帰っていった。そして次の日、父親は、自分が幼い頃に聞いたある話を息子に話して聞かせた。昔、美しい女が織その女には嫁入りを約束した男がいたが、嫁入りの前日になって、女は男の心変わりが理由で捨てられてしまった。女は深い山に入り男への恨みと悲しみから巨大な女郎雲になってしまったという。それ以来、その女郎雲は婚礼前の男がいると取り殺してしまうという話だった。そして庄屋の息子を殺そうとした女郎雲は命を救ってくれた息子を殺そうとした我が身の浅ましさを恥じたのか二度と里に姿を現すことはなかった。ありがとうございます。